ミスタル。ナイスナイスナイス。ミスト欲しいかも。えぐえぐえぐ。なんだこれ。なんなんだこれ。皆さんどうもです。ポルスです。今回はですね、本当に久々の大会プレイ動画が半分の、環境解説が半分の動画ですね。相方コールドさんとランキングカップ出てきました。いやー、マジでむずかったね。ハンマーといい、現実拡張といい、かなりね、立ち回りに影響が出る要素が多いから、これが安定するなっていうムーブを見つけることがだいぶ難しかったですね。ただまあ一応ね、ランキングカップラウンド2にはいけたし、ランキングカップラウンド2では果たして何位だったのかっていうのも含めてね、プレイ兼まあやってみて分かった今シーズンの特徴というか、俺が考えてた強いかなと思ってた固定折りをめちゃくちゃ広く捉える大会のムーブとかをね、解説していきたいなと思います。それでは行ってみましょう。レッツゴー。あーでも俺より被ってるかも。被ってるな。これあれですね、鉄、鉄っすね。塔はいけそう。多分鉄通過っすね、しかも。え、やばいやばい。めっちゃおるめっちゃおるめっちゃおる。まだおるまだおる。わー、ほんまや。これ下側行きますね。その、こっちなかったわ。はい、ということで、初動、かぶりすぎ問題ですね。まあ、真ん中やし、白チェストがある名前がついてないポジションっていうところでね、目をつける方は多かったんやろね。前回の動画でも出てきたキング・フロスティディオとか、まあ、アジアで言えば、ネイカーさん、ワイルドホークさんのディオとかがね、降りてたりもするんやけど、まあ、人気やったね。50% ぐらいでワンパかぶり、残りのうちの 25% ぐらいがツーパかぶりになっちゃって、きつすぎたんで、今はね、俺は檻を変えました。ただ、ランキングカップはここで、そんだけかぶっててもなんとか生き残れたんで、結構ね、順位も取れたんで、やっぱり前シーズンまでより明らかにね、過疎地とかでも戦えるようになってるのかなと思いましたね。まあ、かぶった時用にね、どう動くのかっていうのを考えとくのも大事やからね、今回の場合は、俺らはね、かぶった遺跡側のさらに外回りを漁っていきます。これもね、どこを漁るかっていうのはもう被った場合の第2ムーブ第3ムーブみたいな感じで選んでったんやけど、この時はねクリスマスシーズンやったんでツリーで強化された家があったから、そこでさらにね物資を取っていきます。で、過疎地とか自利品の時に必須なスキルスプラッシュメディック、これさえあればねほんまに割とどこでも戦えると思います。何でも開けると一定の確率でチャグスプ1個出てくるんやけど、体感これがね 50% ぐらいあると思います。めちゃくちゃ高い。ワンチャン今後ね確率は修正される可能性があるかなと思ってるし、この確率っていうのは公表されてないから分かんないんやけど、まあ、過疎地の方はねまず最初の現実拡張でこれを引けるかどうかが鍵やと思います。現実拡張もだいぶみんな慣れてきてて、どれが強いかとか使い方とかね上手くなってきた方も多いと思うんやけど、過疎地ムーブにおすすめな立ち回りっていうのは、1回目でスプラッシュメディック取れたらね、裏で流してる映像みたいにまだ漁る場所が残ってるはずやから、もともと漁る予定でもね、だからまあ簡単にチャグスプが集まる OK と、この後のね物資の増え方に注目してほしいんやけどね。ただ出なかった場合、1回目でチャグスプが出るパークが出なかった場合は、後半になればなるほど仮に出たとしても使うタイミングがなくなってくる現実拡張ですよね。開けるものがないから。でも2回目3回目とかやったらまだね間に合うとも思ったんですよね。現実拡張ってもちろんタイミングが決まってて、2分30秒ごとに1回ずつ溜まっていくんですよね。で、最大4回と。で、3回目のタイミングっていつなのかというと、まだ第1円収縮中残り1分20秒くらいなんですよね。結構余裕がありますよね。思ってたよりも早いと。だから、例えば7種ランドマークで敵が被ってて、周りにも敵チームが来ちゃった。もう漁る場所がないって場所で、かつ、初手でスプラッシュメディック引けなかったってなっても、2回目3回目を引けたら、それを腐らせたくはなかったんですよね。無理やり使えるように、名前付きランドマークに後入りするっていうのはありやなと思いましたね。弾薬箱でも食べ物パックでも何でもね、開けれたらチャグ位置出る可能性があるし、アンチ外でも大体名前付きランドマークやったらメディキッドとか、体力回復アイテムは余ってる、かつ、まあ、言うてなかったとしてもチャグスプゲットできればそれで OK やからね、耐久はできる。物資がね、全然集まらない場合は、スプラッシュメディック後入り名前付きムーブもおすすめやなと思いましたね。だから俺らの場合で言う
とシャッタードスラブスとか、まあ、フレンジフィールドとかアンビルスクエアに、まあ、後から入っちゃう。その間を先に俺らが過疎地で漁って、でちょうど、まあ、2回目から3回目の現実拡張が発揮できるタイミングでそこに入れるような距離感っていうのを探すのもね、結構面白いなと思いましたね。あくまでも名前付きランドマークに直接は降りないんやけど、余った空いてない何かを求めてある程度ね、その後から入りに行くっていうことは視野に入れてましたね。ただ一つね、気をつけとこうと思ってたのは、行こうとした名前付きランドマークがすごいね、剣バトの後とか戦った後がめちゃくちゃあったら、俺と同じようなチャグスプの考えを名前付きランドマークそのものに降りてる人たちがやっていってる可能性があるから、だいぶね物資が減ってると思うんで、そういう時はやめとこうかなと思ってましたね。そして気づけばもうこの物資量、全然漁る場所なさそうに見えたのに、まあ資材はともかく持ち物はすごい強いですよね。まあ、ちょっと引き運が良かったのもあるんやけど、ナナシポジ2パかぶりの時点でまあ運は悪いんでまあトントンぐらいかなと思います、これがね。で円の方向に戻りながら物資を漁っていくと、ここら辺はごめんね、戦闘がないというか、基本アサルトでサージを稼いで即引いていくムーブを考えてるだけやから、ただただ立ち回ってるみたいな感じですね。基本的には対面勝負はできるだけしないようにしてました。そうするにはそもそも敵とね、できるだけ離れたところを移動したいんで、ちょっと早めに円の内側中心にね向かっていく立ち回りをしてました。どんどん雪山に入っていって、次ようやく打ち合いの時間帯になってくるんやけど、ここでね最強の現実拡張の一つ、ファーストアサルトですね。これはもうつけてて損はないと思います。ただこれ謎なんですよね。ちょっとねこのシーンを見てほしいんやけど、あー大丈夫、一人しか聞こえないですね。逃げたんかもな。38、初弾外してる悲しみのエイムやのに、2発目青のスカー同打ち38カットしてましたよね。青のアサルトって同打ち33ダメージなんですよね。でも2発目38ダメージでしたよね。謎。もう一回アサルト打つシーンがねあるんやけど、67、これも謎ファーストアサルトやのに初弾33ダメージ、ファーストどこ行ってんって感じやし、セカンドは34プラスの67ダメージ、なぜか増えてるんですよね。とはいえプラス1だけっていう微妙さ突っ込みどころがありまくる謎の下振れを引いたんですよね。さっきの上昇幅と違うのも謎やし、結構ねこのファーストアサルトは怪しいんですよねバグってる説あると。これもね海外のシーンでもちょっと話題になってるんやけど、レッドアイの神エイム一瞬で、まあ、200カット、味方もねちょっと当ててるから一瞬で倒してるんやけど、このダメージもおかしくて、レッドアイって金のレッドアイで確かヘッドショット66ダメージなんですよね。でもこれ表記は78ダメージも出てるし、2発目も出てるし、なんなら3発目同打ち38ダメージなんですよね。つまりこれ金のレッドアイですらなくて紫のレッドアイだと思うんですよね。紫のレッドアイっていうのはヘッドショットで、普通は62ダメージやから、なんとおそらくファーストアサルトのスキルで一発16ダメージ ×2 もね増えてることになると、16ダメージ ×2 って、まあ、32ダメージやからアサルト一発分増えてるんですよね。おかしすぎるよねバケオンでしかないから多分ねバグってるんじゃないかなと思います。まあちょっとね話がそれちゃったんやけど、試合に話を戻すと、今回俺らはハンマーがないしフォーキャストもないし、ナナシアサリっていうかなりねきつい状況になってしまってます。唯一の利点は俺らの漁ったところっていうのはまだねマップの真ん中目だったんで、なるべく早く移動することを心がけてましたね。ただ雪山園で正直かなり厳しい。ストームサージはコールドさんのおかげでね結構稼げてたんやけど、俺はあんまり当てれてなかったから、なんとかハンマー移動のタイミングとかを狙ってるんやけど、ハンマー当てるのはやっぱ難しいね。ただ外回りの立ち回りっていうのはうまくいってて、円の場所的にね左側、特に下側は結構敵がいたと思うんやけど、右回りはフリーで取れてて、ここはね良かったですね。右回りフリーですね、やっぱ目の前のレンがワンチャンおるいるっすね、これは白白白白白出て出てたナイスすぎ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 。でここは本当にでかかったね。コールドさんが割ってくれて、俺も正直あのままの物資ではね終盤いけないと思ってたから、もう突っ込んじゃって倒せたのはラッキーでしたね。本当は入っちゃうのはね相手のカバーが簡単やから危ないんやけど、ラグイシチュエーションかつメイは紫やったから、もう打ち合いで頑張るしかないなと思って入っていったのもありましたね。でその後また美味しい一緒に取りながら、ハンマー取れたのはでかすぎるね。1本あればこういう移動園手前はね割と2人で移動もできますね。
で、相手がプレッシャー食らって弱ってそうな時に自分も詰めてみるんやけど、俺とこれとこれとか増やせてたから、ここはね、引き気味に倒すことよりかは拒否られないことを考えてましたね。ましょう、倒せはしなかったんやけど、落ち着いてここから移動園、移動園はね、ハンマーでカオスになるってことはね、分かってたんやけど、ランキングカップの時点で前情報がなさすぎたから、俺の考えてるというか意識してることは一つだけでしたね。合流に固執しないということでしたね。特に今回はハンマー一人しか持ってないし、もちろんね、なるべくデュオで動きたいんやけど、はぐれても正直仕方がない、一人どっちか生き延びれば OK と思ってやってましたね。で、この街の終盤は結構ね、うまくいったんで、よかったら最後まで見ていってください。俺めっちゃ前進んでます。いいよいいよ、危ない。デュオやって、大丈夫大丈夫、ナイスナイスナイス、これ進行してる、一段上がってください。それカタザイあと100です。カタザイめっちゃ戻り渡す渡す、はいはいはい、渡す。チャグあと1っすね、俺。渡す渡す、はいはい、渡す。後ろ見るわ。オッケーっす。やったやった、1人やった。ナイスナイスナイス、真上真上、いいかけ真上進行しますね。戻れる戻れる戻れる、オッケーっすオッケーっす、余裕で戻れるんで、戻れそうやったら戻ってほしいです。俺のとこ、俺のとこ。ここでハンマー使いますね。ボックス入ってもた。ごめん、俺死んだ絶対。あ、俺死ませた。オッケーです。耐えれる。ナイスタイヤ、ナイスタイヤ。耐えた。俺が合流します、俺が。オッケー、オッケー。いいの、俺とか。下目か。オッケー。下から2段28下で、ゴリした、ゴリした。チャルスもう使っちゃう、これが落ちてる。さらに進み、さらに、ここここ、俺んとこ、俺んとこ、後ろから落ちてるかも、これ。オッケーです、オッケーです。俺ハンマーでいっちゃいますね。いやいやいや、さっき来て、ナイス。ホールさん見つけて合流しますね。ハゼあるわ、ここ。ハゼあるっすね。待って待って、やばい。おお、ハゼ。オグラセンター俺。痛い痛い、これは。オッケーっす。このとこ合流できる。ナイスナイスナイス。ナイス、ぶつかわ。オッケーっす。これで終わり。これで俺も資材ホームらしいですね。お、俺とこ、俺とこ、俺とこ。100? やった。ナイスナイス。ここですか。一番ログラーに左回り、左回り、あん違い、あん違い、そんなに死んじゃいない、それ。戻り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 、こっち合流する、合流する、合流する。オッケーオッケーです。死んじゃいない、俺。死んじゃい、ゼロゼロゼロ。死んじゃい、めっちゃ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 。100ナイス。俺先行する、進行するんで、あれあれ持っといてもらっていいです。俺ミスタル、ナイスナイスナイス。ミスト欲しいかも。えぐえぐえぐ。なんだこれ。なんなんだこれ。下チン、下チン。ナイス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 、ナイスミスト。メガすぎ。俺あと資材120ですね。オッケー、渡す渡す。ナイスナイスナイス。この鉄、鉄行きましょう。オッケー、ミディチェーン。入った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 。やった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 。オッケーです、オッケーです。今。トップ4です。7人。資材まだまだ結構ある、まだまだ結構ある。地下階ないから、後ろ後ろ。ナイス。まだまだ伸ばせるよ、資材使って。ナイスナイス。ナイス。2人やな、それ。上2人、上2人。いや間に合うかよ。いやー、GG。はい、いかがだったでしょうか。
最終結果はチャレンジャーでね止まっちゃってんけど、なんとか今シーズンはエリートワンチャンあるかなとは思ってるんで、プレイ動画もね頑張って上げていきたいなと思ってるんで、応援してくれたらなと思います。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さんまたね。